安倍総理大臣は ASEAN 東南アジア諸国連合の関連首脳会議に出席するためタイへ向けて日本を出発しました。今回の外遊の一つの焦点となるのは日本との関係悪化が続く韓国との距離をどう取るのかという点です。太平洋からインド洋へと広がる広大な地域に自由で公正なルールに基づく経済圏を作り上げるために日本は今後もですね交渉を引っ張っていきたいと。安倍総理はタイでの ASEAN 関連首脳会議に出席します。現地では各国首脳と個別の会談を行う見込みですが、日本との関係悪化が続く韓国のムン・ジェイン大統領とは個別会談を行わない予定です。他国との合同会談で日本と韓国が同席する場はあるため、そこで両首脳が言葉を交わす場面があるかどうかに注目です。また中国の李克強首相との個別会談で安倍総理は拠点開発など中国による南シナ海での一方的な現状変更に対して懸念を示すほか、朝鮮半島の非核化などを呼びかけます。